劇場の若草元方に実演していましたが、共演の三田寛子さんと舞台で大阪弁でセリフを言ってしまったという失敗談もあったそうですよ。南野陽子ちゃん恥ずかしすぎて。次のゲストでございます、ね、南野陽子ちゃんでーす。どうもこんにちは。かわいいですね。この近くなんですね、出身が。はい、兵庫県の伊丹です。伊丹というとね、飛行機はもう真上飛ぶんですよね。そうですね、空港の近くで。はい、この間まではミュージカルをやってたんですね。はい、なんていうミュージカルですか。若草物語。はい、三田寛子ちゃんなんかとね、はい、一緒に。どうでした。楽しかったです。楽しかったですか。はい、またね、大阪の方でもやってもらいたいと思います。はい、ね、はい、では今日はこの歌を歌ってもらいましょう。はい、